ここまだ掘り途中ばい、うん、採用中で修正になってしまった、うん、多分ね、もう終わったばい、もう終わった出口、一回出ようかな、そしたらすごいね、うん、80の80メーター、14メーター、14メーターね、うん、出れる、うん、はい、つくばれば出れるか、ちょっとこれはポケットもね、火炎放射器知らんかったんちゃうかな、ここは あんな強い火炎放射器があるって、うん、ここはなんかね外れてるから、ここ崩落の危険ありだね、あ、これちょっと頭上気をつけてね、で私が行きたいのはここなの、今日行きたいのここで、ちょっと今日寄り道します、ここに、はい、いいですか、どこでも行って、どっち行こうかな、え、まだいっぱいあるの、俺左行ってみるか、左行ってみる、うん、じゃあ中の記録、あ、待って、あ、階段になってる、階段になってる、こっちよか、一緒に行こうよ、あ、出れる出れる、38メーターかな、じゃあ次、次こっち。でこの先は行き止まりなんだけど、なんだっけ、木片と炭があったんですよ。それが当時のものかどうかは分かんない。ここ多分60メートルぐらいありますよ、先。60メートルぐらい。うん。でこの先や。この先。61下がってんの。そう。え、そう、瓶のある、そう、この瓶がいつの瓶か分かんないです、そしてもうちょい先に炭もある、うん、あんま触らない方がいいかなと思って、そう、うん、そうで、これが炭、多分あ、そうなんでしょ、だから多分なんか燃やしたんですよ、これも、石が埋められてるんですよ、うん、で、これがそう、うん、そう、あるの、それを石で詰めてシャッターを進めしてるんですよ、うん、この先はお金があるのっていうことが何があるのかなとか、なんか重要なことが、そう、重要なものがあるんだろうっていう推測ですよ、これ、多いな。で、まっすぐも出口なんだけど、そこに、ね、右に道があるんですよ。その右の方が普通に出れる。ああ、こう。そう。外出てきたよ。いっぱいあるよ。あ、で、ね、出れたでしょ。穴がいっぱいある。だけど、ぐるっと回ってるうちに迷子になるかも。出口、すごいでしょ。あ、うん。当時のこれを掘った人たちの労力？でしょ？そう。すごい。まあ、下に向かってくる。これさ、これ抜けてるよ。ここは一本抜けてるよ。もう一個あった。なんで？違う。これここ交代。違うよ。違うって。ここら辺からこう行かないって。それはここって。こう行ったろ？行ったよ。うん、そう。で、出口あったでしょ、ここ出口が2箇所あったでしょ、ね、2箇所だから、うん、こっちの出口もあったっ違うってないって、ここって夜中あったよ、あったよな、うん、違う、これまっすぐよ、ここ、その言い夜ここはここよ、これよ、いやいや、ここからここまですぐだったの、もう
こっからないってこんな長くないの。3つがこうなっとった。ほらまっすぐこういったった今。階段があったところでしょ。階段があったところじゃなくて、うん、だからこれが広がるんですよ。違う違う違う、ちょっとみんなえちょっとちょっとちょっとみんな、うん、え私ちょっと行ってくる。そしたらちょっと確認行ってくる。うん、なんかみんな行こうや。行ってくる。これはおかしかろう。でここがまっすぐが62メートルのとこね。これが62やろ。そう。で右側が右側でしょ。こっち右側行くでしょ。うん、これが72メートルね。そう。あ、俺こっち行っとらん。行った。行った。こっから出たんだもん。あ、そこそこ。ここの道のちょっと右側にあるって言えるけどなかった。そう。どこの言葉言えると？なかって。やばいや。これ確認できたのに。そう。どこどこ。こっちはベテランだから。